この値段にしてはバリバリ改造するの。これはねびっくりした、マジで2万円切るんよこのレンズ。はいどうも宮田です。ちょっとでも時間があるうちに、ネタを消化しておこうということで動画を回しておりますが、もう年の瀬ですね。12月ももうすぐ終わりますよ。皆さんどうお過ごしですか？忘年会はやりましたか？僕は未だに忘年会の予定が一件もありません。まあ人を誘っていいのかどうかもよくわからない今世の中なので、まあどうなんだろう、もうないのかなっていう感じで寂しい年末を過ごしておりますけれども、今日も元気に YouTube の動画を更新していきますよ。はい、ということで今日は何の話かというと、今日も製品紹介です。皆さん好きですよね、マイニューギアってやつですと言いつつ、まあ僕が買ったっていうか、これまた提供してもらったものになるんですけど、今日はこいつ、レンズのお話です。以前富士フィルムの XE3 を購入したよっていう動画を上げて、まあ結構ね反応が良くて、 XE3 なんてもう数年前に発売されたカメラだったので、こいつですね、全然需要なんかないのかなって思ったんですけど、来年 XE4 これの後継機種が出るかもっていう噂があるみたいで、まあそれのおかげかは分かりませんが、僕の動画の中にしては結構伸びがいいっていう感じなんですけど、まあ富士フィルムのカメラを買ったっていうことで、まあ最初にねこの純正の XF23mmF2 っていうのを一緒に購入したんですよ。単焦点レンズこれを購入して、まあこいつはね純正で普通にまあ無難にパシャパシャ撮れて楽しい 35mm 換算 F フルサイズ換算で 35mm になる焦点距離のレンズなんですけど、まあ楽しく使ってたんですけど、まあせっかくカメラを買ってこれだけじゃ物足りないということで、まあ今回ねそのお話をいただいて提供してもらったのがこいつになります。ファーギアさんの 12mmF2 っていうレンズなんですけど、まあ YouTube の方にももう何本か動画は上がっているみたいなので、まあ、見たことある人もいるかなと思うんですけど、僕もまあねいただいたので、いただいたからにはもう紹介しなきゃということで紹介していこうと思います。はい、ということでじゃあ早速動画の内容に行きましょうかね。レッツゴー。はい、ということで、まあ、簡単に説明していきますが、ファーギア 12mmF2 ということで APS-C 用のレンズになります。なのでフルサイズ換算で 18mm っていう、まあそれでも超広角って言われるのに分類されるレンズだと思うんですけど、それで F2 っていうかなり明るい F 値を確保してあるレンズになります。で APS-C 用で、僕は富士フィルム用をいただいたんですけど、まあソニー E マウントとかオリンパスとかパナソニックで使えるマイクロフォーサーズのマウントだったりとか、あと今見てみたらニコン Z 用のマウントもありました。まあそういうレンズですね。 APS-C イメージサークルがね APS-C をカバーしているレンズだと思うんですが、まあフルサイズ換算 18mm っていう超広角のレンズになります。でこいつバカ安いんですよ。1万8000円前後ぐらいの値段で買えるレンズなんですけど、まあ、なんで安いのかっていうと、まあ、マニュアルフォーカス専用レンズなんですよね。レンズって、まあ、僕が持ってるこの XE3 についてる XF23mm とかっていうのは、オートフォーカスで駆動できるレンズなんですけど、まあ、オールドレンズだったりとか、まあ、最近出てきたこういう中華系の安いレンズとかだとマニュアルフォーカス専用レンズっていうのがあって、まあ、オートフォーカスは使えないけどその分安くできるよっていうレンズになってます。でですね、まあいい点も、使ってみて良かったなって思った点ももちろんあるし、あーうーんっていう点ももちろんあるので、まあどちらも話していきたいんですけど、まあ何よりも先にまずこれで撮った写真を見ていこうかなと思います。でですね、これぶっちゃけた話、提供してもらったの結構前なんですよ。でまあレビューしなきゃなって言って、ここまでちょっと遅くなってしまったのは、まあ、本当に提供してもらって申し訳ないんですけど、作例を撮りに行く時間がないんですよ。その超広角っていうレンズなので、まあ、それを活かしたねこう作例とかを撮りに行きたかったんですけど、まあ、なかなかこう行く時間がなくて後回しになってしまい、ちょっと遅くなってしまったし、未だにそのちゃんとした作例っていうのは撮れてないんですけど、まあ、せっかくならもう紹介しなきゃなっていうことでちょっと動画を撮ってます。なのでこれが届いて割とすぐにこうスナップに持ち出して撮った写真があるんですけど、今日はそれを見てもらおうかなと思います。なのでまあ言い訳がましいですが、ちょっとねお試し気分で撮った写真になるので、あのその辺ちょっと優しい目で見ていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃあ早速ちょっと写真の方を見ていきたいんですが、
まず最初に見てほしいのがこの写真なんですけど、12ミリ、まあフルサイズ換算で18ミリ、まあフルサイズ換算とかよくわかんない人は、まあ結構広めに撮れるぐらいの認識でいいです。もっともっと広角のレンズってのももちろんあるんですけど、まあ結構広く撮れるっていう感じのレンズになるんですけど、この焦点距離っていうのは、この名古屋の街並みをこう撮った時に、まあこうやって広がりのあるパース感を生かす構図だと、割と面白い表現ができるレンズかなと思います。でいわゆるまあ、最初にキットレンズでついてくるであろう、APS-C だと 18-55mm とかがよくある焦点距離かなと思います、標準のレンズでね。っていうのの先を行く、まあ、12mm っていうレンズなのでもっと広く撮れるんですけど、それ以上にこう広がりのあるレンズとかっていうのは結構こう写真をやり始めてから手を出した時に感動する焦点距離なので、まあ一つ最初に試してみるのもありなレンズかなと思うんですが、こういう広角のレンズって縁に行くほど描写が甘くなるんですよ、普通は。なので、まあいいレンズを買ってこの周辺までバリバリに改造するレンズだったりとか、こう写真の絵としてね、こうなんか流れたようにぼやけたりするんで、そういうのがないレンズっていうのを探すんですけど、このレンズ17,000円ぐらいなんだけど、こいつね、まあ値段を含めてよ、値段、この値段にしてはバリバリ改造するの。もっともっと甘いと思ってた俺は。もっともっとこう中心はなんとなく映るけど、縁は甘い描写のレンズだと思ってたので意外だなと思いました。でちょっと前に撮った写真で F 値も覚えてないんですけど、この写真に関してはちょっと絞ってたはず、 F4 ぐらいだったと思う、 F4 か多分 5.6 ぐらいだと思うんだけど、まあぶっちゃけこの F2 とかだとやっぱりこう縁っていうのは流れる、もちろんね流れるんですけど、ちょっと絞ってやれば全然縁まで綺麗に映してくれるレンズだなっていう、まあ値段にしてはねっていうレンズで、ちょっとびっくりしたなっていうのがこの写りとしては正直なところです。でもう一つびっくりしたのは、この辺の写真を一回見てもらいますが、もう一つびっくりしたのは、びっくりするぐらい歪曲がないんですよ、歪曲収差が。広角レンズっていうのは基本的には樽型になる歪曲っていうのが多いです。こう直線のものを写した時に樽型にこう歪むっていうのが歪曲なんですけど、まあ、全くないわけじゃないし、この画像だとちょっと分かりづらいんですけど、歪曲っていうのがこういう安レンズの中ではかなり綺麗に補正されてるなと思いました。でこの歪曲収差とかって、今そのレンズを小型化するとか、小型で軽量で高機能にするっていう上で言えば、結構そのカメラ内での補正に頼るところも大きいんですよ、そのミラーレスで使うときにね。そこはもう妥協というか、カメラで補正するのでも画質に対してのそのリスクが少ないので、カメラで補正しちゃう代わりに、レンズを小型化軽量化するっていう流れが最近は多いかなと思うんですけど、中華系のレンズってもちろんこいつマニュアルフォーカス専用レンズなので電子接点がないんですよ。ってなるとボディ内での補正っていうのはもちろんできなくて、っていうかまあ接点があったとしても多分ボディ内での補正っていうのは中華レンズはまだまだできないかなと思うんですけど、だけどもう撮った時からこいつは歪曲収差っていうのは結構ないので、そこもぶっちゃけびっくりしたなっていうところです。全くないわけじゃないけど、多分ね今から見る写真もそうだけど、こうなんかパッパッパって撮っていく厳密なめちゃくちゃシビアなね建築写真とかじゃなければ、そんなに気にならないんじゃないかなと思うレベルです。こういうのとかね見てもらっても分かると思うんだけど、こう直線が入ってるような写真でも多分そんなに気にならないんじゃないかなと思います。これで気になる人がいたら俺はすごいなと思うんだけど、で歪曲収差のテストの時にこう格子状のものを撮って歪曲の度合いっていうのを見るんですけど、ぶっちゃけ、まあ、仕事で使うとかじゃなければああいうの気にする必要ってそんなにないと思ってて、撮った時にこう人工物が不自然に見えてしまうかどうかっていうレベルで判断すればいいと思うんですけど、僕としては別に全然気にならないレベルだなと思いました。これはねびっくりしたマジで。2万円切るんよこのレンズ、すごいね。この写真とかもね、こう超広角ってこう見上げた写真とかも結構面白い写真として写るんですけど、こういうのを撮るのも楽しいレンズでした。でねこれ拡大するけど、これ見てすごくない？これ F 多分この辺 5.6 ぐらいで撮ってたと思うんだけど、めちゃくちゃ改造するんよ。本当になんかこう安レンズのこう絞っても絞ってもなんかなっていう描写では全然ないし、縁まで綺麗に描写するのがすごいなって思いました。うん、
あとはまあこういった写真ですよね。超広角レンズを使ってこうまあ大きいものを撮るときにグッと寄って撮ってやるとこうパースが生きてダイナミックな写真になったりするので表現として面白いレンズなのかなと思います。でまあさっきちょっと熱入って解像度とか描写に対して褒めまくったんですけど、まあ F2 の時は正直甘い部分はあります。あの周辺に関しては結構甘くなるんですけど、 F2 から1段2段とか絞ってやって F4 あたりに行くと周辺まできっちり改造するようになるなった印象です。あとは周辺光量値に関しても F2 とかは結構ひどいんですけど F4、F5.6 あたりで改善される形なので、まあいわゆるよくあるこう超広角レンズっていうのとそんなに大差ない性能というか、いいレンズでも超広角レンズって大概こうね広く撮るときってパンフォーカスにするために F4 ぐらいまで絞って使うかなと思うんですけど、まあそういった形で使うのが一番ベストなのかなって思うレンズでした。まあ、F2 っていう最小 F 値の明るさを使うそのメリットをね生かす場面っていうのは少ないのかもしれないんですけど、まあその辺が一番こう綺麗に使えるレンズだろうし、僕も使ってて、っていうか超広角使うときは僕は結構絞っちゃうので、まあそういう使い方がいいんじゃないかなと思いました。でまあ今写りに関して結構いい部分ばっか言ったんですけど、僕的に気になる部分があって、逆光耐性っていうのはまあ気にするべきかなと思いました。この写真見てもらえば分かるんですけど、結構派手にゴーストが出るんですよ、色のついたね。なのでまあ超広角レンズって本当に難しいんだと思うんですけど、まあしょうがない部分もあると思うけどね、絵として広くなるので太陽っていうのがこう絵の中に入りやすいレンズだと思うんですけど、まあそういう時にも結構気をつけなきゃいけないとか、晴れ切りみたいなのを気にしなきゃいけないのかなって思ったりもするんですが、まあこうやってゴーストが出たりとか、あとはここから微妙にこう画角を動かすだけでこういった感じの盛大なフレアが出たりもするので、フレアというかもうこれはでかいゴーストなのかわかんないけど逆光耐性っていうのはこれ P 感の日でしたけど、ちょっと気をつけて撮っていかなきゃいけないなと思いました。はい、まあでもね、富士フィルムでフィルムシミュレーションを使ってたので、まあそう感じるのかもしれないんですけど、変な色のりとかもなくて、コントラストもね嫌にきつすぎるとかそういうこともなくて、全然色合いとかコントラストに関しては使えるレンズかなと思いました。はい、まあ、今こうやって作例、まあ、ちょろっと見てもらったんですけど、そういう写真以外の部分でちょっと本体で気になる部分っていうのもあるので、まあ、ちょっとそういう部分の話もしていこうかなと思います。はい、こいつマニュアルフォーカス専用レンズって言ったんですけど、これ F 値絞りリングがここにあって、こいつ無段階で動くんですよ。無段階で動くので、まあ、動画を意識してるのか分かんないんですけど、こう覗きながらね変えてやると、まあなんかこうぬるっと被写界深度が変わっていくので面白いんですけど、写真を撮る上で言えばこうちょっとつけようか、写真を撮る上で言えばこうやってファインダーを覗いて撮るときに今絞りが何なのかっていうのが分かんないんですよね。で、マニュアルフォーカスレンズだよって言ったんですけど、これ電子設定もないので、こうファインダーの中でも F 値が今何なのかっていうのが分からないし、まあなんかそこがちょっと僕は気になったなって思いましたね。なんかその写真の本質的に今 F 値が何なのかっていうのは重要ではないのかもしれないんですけど、あとなんだろうな、こうファインダーの中で確認しづらい部分があるじゃないですか。 F5.6 と F8 の違いをこうファインダーの中の絵だけで判断するっていうのはちょっとできないシーンもあるんですよ。もうちょっとこう解像感大事にしようかなって思うから絞りたい時とかで、今開放だったからこんぐらい回したら F5.6 だからそれで撮ろうとかで、その行き過ぎるとまた小絞りボケとかそういうのも出てくるので、まあなんかこう絞りリングのカチカチカチっていうので判断できたら、まあ僕は嬉しかったなと思います。動画の時にこう無段階で F 値変えれるのメリットっぽいんですけど、僕動画撮る時に F 値途中で変えないんですよね。なのでまあそこがちょっと僕個人としては気になったなっていう感じです。あとはもう単純にビルドクオリティがちょっとっていう部分があるかなと思います。もちろん安いのでねしょうがないんですが、こうマウントつけた時にこう動かすとカチカチ動くんですよ。こう音、今ピンマイクで撮ってるので
こういった形でちょっとガタつきがあるんですよね。これなんかパーギアの他のレンズとかを見ててもそういうのがあるらしく、まあしょうがないかなとは思うんですがちょっと気になる部分ではあるかなという感じです。あとはこのピントリングを回した時とかもたまにこう中で擦れてる感じとかが、まあそれが本当に上質で気持ちいいかっつったらそんなことはないです。全然ちょっと気になります。そんなところですかね。あとはね、これはまあそんなに気にならんと思うんですけど、これピントリングと絞りリングがもうこうがっつりあるので、こうレンズを外すときにこうレンズ回そうと思ってもこううまく回せなかったりするんですよ。このリングが回っちゃって、この根元のこのローレットのところをここね、ここを持ってこう回さなきゃいけないので、まあそこもちょっとね、気になるかなっていう感じです。はい、まあ、大した写真を見せれてないので、まあ、このレンズがすごく本当にいいものなのかっていうのはちょっと、まあ、他の人のね作例とかも見つつ判断していけばいいのかなと思うんですけど、この値段で超広角レンズを試せるっていうのはすごくいいことだなと僕個人的には思います。超広角で超高画質なレンズを必要とするのって多分仕事でやってる人だけなので、こう旅行に持ってってとか、風景写真を撮りたい趣味でっていう時に、まあその最初の一本としてね遊びで試すのは全然いいと思うし、マニュアルフォーカス専用レンズなんですけど、風景写真を撮る、広くね風景を撮るっていう時はパンフォーカスにするし、ピントに結構シビアなのでそもそもオートフォーカス使わないと思います。結局こうピント位置拡大してこうマニュアルで合わせてきっちりピント合わせたりとかするし、なのでそういった面でもそのオートフォーカスじゃないっていうところがデメリットになる人も少ないかもしれないなと思います。あとはこうスナップで使うレンズとしてこの超広角を使うメリットとしては、 F4 ぐらいにしてても結構パンフォーカス気味になるので、 F4 で無限遠とかにしといて、もしくはこうよく撮る距離感のピント位置にしといて、スナップ別にねもうオートフォーカスとか合わせずにパシャパシャ撮っていくっていうスタイルができるのもこいつのメリットなのかなと思います。 F35 とか F35 じゃない、35mm とか 50mm とかでスナップ撮るときって、まあそうやって置きピンしてこうスナップパッパッパって撮っていく人ももちろんいるんですけど、 12mm とかそういう超広角レンズと同じ被写界深度にしようとすると F 値結構上がっちゃうので、こう暗くなっちゃうし、でシャッタースピード遅くなっちゃうしとか、そういうデメリットが出てくるので、こうスナップの用途として、まあ画角ってもう絵にそのままつながるので嫌いだったらもう使えないんですけど、これでスナップを撮ってみたいっていう時にはそういうメリットもあるのかなと僕個人的には思います。F4 5.6 あたりでもこう無限遠でこうパシャパシャ撮って、もう大概ピント合うんでいいと思いますよ結構。ただね、超広角はこういろいろ映りすぎるので、こう構造を作る時にちょっと難しいというか、まあ、だからこそこう磨かれる部分もあると思うんですけど、そういった面でも面白いレンズかなと思います。ちょっとね、またその本当にちゃんとこいつでなんか作例っていうか、でも僕インドアだからな、風景撮りに外出るとかあんまりないんですけど、なんかそういうのができたらやりたいなと思うので、またいい写真が撮れたらシェアしていけたらなと思っております。はい、はい、今日はこんな感じでレンズの紹介だったんですが、まあ、XE3 買ったっていうことで、まあ、最初に買ったこの XF23mm もそうだし、今日紹介した 12mmF2 もそうだし、ここにもう一本、X マウントのレンズがあるので、こいつもまた紹介しようかなと思っているので、この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録していただけるとしていただけると僕が喜ぶので、ぜひよろしくお願いします。カメラとかね写真とかの話していくチャンネルなので、ぜひお話しますということで、今日の動画はこの辺で終わります。また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。今日いかんな、なんか頭が回らなくて、全然なんか動画の構成が微妙な気がするな、なんか非常に見づらい動画になってたら申し訳ないです。すみませんでした。また見てください。